8月30日に木下ゆきながインスタグラムに投稿した写真が炎上中だ。そんな文言とともにアップされたのは車を運転中の木下が写った2枚の写真。助手席から撮られたその写真には、橋の上を渡っていることと、スピードメーターが真上、つまり12時の位置を指していることがわかる。木下さんが運転していた車はメルセデスの AMG という超高級車。投稿された写真はスピードメーターのところだけにぼかしが入っており、具体的な速度がわからないのですが、車種によっては150キロを指している場合も。コメント欄には150キロ出してるといった指摘も相次ぎ、炎上騒ぎになってしまいました。すでに複数の媒体にネットニュースで取り上げられてします。ウェブメディア編集者、2019年のタピオカ騒動で芸能界を引退した彼女、藤原の藤本敏文と離婚したやとも揉める活動を再開させたり、緊急事態宣言中にバーベキューをしている写真をインスタにアップして炎上したりと、何かと騒がせなイメージは強い。今回の件に至っては、もし150キロを出しているのだとしたら免停ものだが、彼女が運転している車種は AMG の中の GLE53 という車種のもので、実際に出ている速度はおよそ100キロ。走っているのは、おそらく首都工場にあるレインボーブリッジ。付近の最高時速は高速でも160キロになるので、違反となってしまう。メーターにぼかしを入れたのにはそういった意図もあったのでは。そもそもは、アップすることを控えればいいだけの話と思いますが。あと、気になるのは車好きな彼女が以前から所有していた右ハンドルのベンツとは違うものだということ。新しく自分で購入したものなのか、交際中の彼のものなのかはわかりませんが、もし前者だとしたらかなり稼いでいると思われます。インフルエンサーとしての広告収入が大きいのでしょうか。写真週刊誌カメラマン。今年の7月にはフライデーで湘南ベルマーレの三幸秀俊選手との半同棲生活が報じられ、交際を認めたばかり。みゆきも木下の娘たちを我が子のように可愛がっているというが、最近の日常はどのようなものだろうか。現在も交際は続いているそうですよ。そんな中、フジモンさんも毎日娘さんに会っているみたい。みゆきさんと顔を合わせたりするのか、そこまで具体的なことは聞くことができませんが、フジモンさん的にはちょっと気まずいそうですよ。放送作家。